おはようございます。黒バラ軍団のよしきです。本日のターゲットホールはシャトル酒井さんです。朝一は並び順での入場となっております。本日の立ち回りなんですけど、前日下見来た際に、宵越し据え置きで打てそうな台があったので、朝一そちらのリセット確認からして、その他は臨機応変に打てる台を探して、設定狙いも視野に入れつつ立ち回っていきたいと思います。前回勝っておりますので、今回も2連勝を目指して何としてでも勝てるように頑張りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。おはようございます。とりあえず前代出目は変わってないですね、前日と。この北斗転生のショーなんですけど、前日がゲーム数上のデータカウンターで、即やめされていて、アベス数が59だったんで、もし据え置きなら天原、が残ってる可能性あるので、朝一これの学校チェックからしていきたいと思います。じゃあ打っていきます。ガックンですね。なんで1アベスでやめたいと思います。さっきの北斗転生のショーもそうなんですけど、まあ、リセットをかけられてて、まあ、お店全体的にも、リセットの傾向が強いので、まあ、中央朝一リセットされていれば、強いと思うので、この台ちょっと回していきたいと思います。では打っていきます。ガックンしなかったんですけど、1ゲーム目からチャンス目引いたんで、このチャンス目の分の前哨を見ていきたいと思います。残念ということで、27ゲームでやめたいと思います。今回転してから約20分ほど経つんですけど、まあ、蒼天の剣とあと北斗転生の将の、島を、まあ、他のお客さんが打ってるのを見てる感じ、まあ、全体リセットかなと思ったんですけど、まあ、新しいサラリーマン番長の島を見てると、据え置きで200のゾーンでゾーン降格行ったり、あと前兆来てたんで、番長に関しては、全体据え置きかなと思います。で、まあ、今考えられるのは、まあ、キス単位で、据え置きとリセットがあるのかなと思うんで、まあ、鉄拳朝一美味しいんで、まだ誰にも触られてないで、まあ、前日と出目も変わってないですし、リセット判別していきながらちょっと打っていきたいと思います。では打っていきます。ガックンなしなんで据え置きの可能性高いですね。据え置きなんですけど、この台前日243ゲームなんで、まあちょっとキング判別して300のゾーンを見ながら打っていきたいと思います。赤に昇格したんで、まあほぼもらったかなと。268ゲームで連続演出に発展です。まあ一番程度高い、一番程度低いですけど、まあ大丈夫かなと思います。293ゲームで、鉄拳ラッシュですね。トーチが11本ですね。
前日合わせて500ちょっとですかね。ラッス開始2ゲームで追加からボーナス確定です。ボーナスが赤色ですね。上がれ一つも乗せられなかったですね。当時28個で絶景ラッシュです。当時28個が駆け抜けてしまいましたね。ちょっともったいないですけど仕方ないですね。トータル137枚目を獲得でした。復活して鉄拳チャンスですね。ラスト終了後5ゲームでチャンス目から鉄拳チャンスです。あといいですね。チャンス目なんでほぼもらったも同然ですね。デカプスのケロット柄から発展です。からのこの演出なんでもう大丈夫でしょう。これはかりましたね。ボーナス終了後、ラスト終了後18ゲームですかね。1回もボーナス当てずに駆け抜けたんで 50% でアンドンゾーンですね。はい、入りませんでしたね。トータル203枚でした。ラスト終了後5ゲームでやめたいと思います。北斗転生の552ヤベチが落ちちゃったんですけど、北斗転生の島見てる感じ全体リセットしてるのかなと思いますし、まあ、前打ちた人は500のゾーンで全勝が来たからやめられたと思うんですけど、リセットかけられてた場合500のゾーンでほぼ伝統来ると思うんで、まあ、リセットかけられてたら、通常日選ばれること可能性高いんでこのまま天井狙いで打っていきたいと思います。じゃあ打っていきます。いきなり打ち始めて3ゲームですね。これはスイカ解除ですかね、もしかしたら。562ヤベスで天波の時ですね。多分上から打ってきてあとボーナス確認になるんじゃないですかね。初めて10ゲームぐらいですかね。ボーナス確定です。オーラの色は緑です。緑なんで AIT レベル2以上に期待して打っていきたいと思います。2個で真剣勝負ですね。3発で151枚の獲得でした。勝負弾は貯めれてなかったので仕方ないですね。
まあ、開店してから1時間15分ほど経つんですけど、まあ、いろんな台を見てきて、まあ、お店全体的に結構据え置きメインなのかなと思うところあるんですけど、まあ、その中でも北斗転生と当店の件に関してはリセットかけられてるんで、まあ、それでこの台、あと店長の可能性もあるんですけど、まあ、朝一追加回答したんで、まあ、追い続ける根拠はあるかなと思うんで、まあ、とりあえず256アベスまでは様子見て打っていきたいと思います。まあ、据え置き多い中、この台リセットかけられてて、なおかつ1回目のハザードが追加解除したんで、まあ、256アベスまで様子見て打ってみたんですけど、まあ、たかが1回追加解除しただけで、それも確信のある追加解除じゃないんで、まあ、今2号を超えてしまってこの先 どこまで制定されるかわからないんで、まあ、どうしてもかかってしまいますし、この台はここで、やめて他にの先探しに行きたいと思います。鉄拳スタートの88ゲーム、液晶のゲーム数で90ゲームなんですけど、まっすぐ天国分の全長来ると思うんで、この台天国分まで打っていきたいと思います。132ゲームで、演出失敗したのでここでやめたいと思います。ペルソナ4の107ゲームなんですけど、現状結構サラリーマン番長とかずっと満台状態で、その他も、期待値ある台なかなか拾えてない苦しい展開が続いてるんで、まあ、今打てる中やったらこれが一番いいんじゃないかなと思うんで、この台200のゾーンまでゾーン狙いで打っていきたいと思います。182ゲームで、全長ないのでやめたいと思います。ペルソナ打ってから、台探して結構しばらく回ってるんですけど、なかなか期待値ある台も落ちてない状態で、稼働の方もだいぶ上がってきて、同じように立ち回って空き台探してるお客さんの数も増えてきまして、サラリーマン番長が、ずっと満台でっていうのがちょっと痛いんですけど、まあ、どうしてもちょっとかかってきてる状態なんで、いつも以上にちょっと慎重に期待値ある台を探していこうかなと思います。マジリスク絆の当日 AT なしで BC2 回スルーなんですけど、後ろ通るときとかに見てる感じ、何も行かずに時峠に移行したり壇上屋敷にも移行してるのを見たんで、モード C 以上はあるのかなと思うんで、この台モード狙いで打っていきたいと思います。223ゲームで巻き物ですね。ヤシャマル殿、土産を買ってきたぜ。ロータルミヤシャマル殿、土産を買ってきたぜ。ロータルミヤシャマル殿、土産を買いましたね。226ゲームで巻き物から BC 確定です。投資が22本ですね。モード判別なんでおもろでいきます。弱点共通ベルやチャンス目から降格以降悪かったですし、まあ、今 BC で満月やったんで、このマジレス絆はここでやめたいと思います。蒼天の剣2の514ゲームが落ちてありましたので、ここから天井狙いで打っていけると思うので天井狙いで打っていきたいと思います。ですね、567ゲームです。
291ゲームで8点ですね。ここに威力を離しなさい。あー変わりましたね。計画強水が一発詰ますね。595ゲームで詰めの時です。総投手が24本。早速緑オーラまで行ってくれましたね。これで赤オーラのチャンス来ましたね。1連目なんでこれは激闘ランブ期待してもいいんじゃないですかね。ゲストラレインボーまで行ってくれましたね。これで激闘ランブ確定です。助かりますね。これは今確認したんですけど、もしかしたら4回追い越しでの激闘ラムの天井かもしれないですね。今日の10回目なんでその可能性も十分考えられます。これで激闘ランプですね。ロキゲーム数が30ゲームですね。一度も成功せずに37ゲームで145枚の獲得です。ジェットメン相手はレイオーですね。2セットで185枚でした。なんかいろいろもったいない感じしますけど仕方ないですね。 AT 終了後に1ゲームでやめたいと思います。マジレスと絆の329ゲームが落ちちゃったんで、ちょっと早いかもしれないですけど、全然打てると思うので天井狙いで打っていきたいと思います。402ゲームで負け物ですね。404ゲームで8点です。ヤシャバルの赤文字なんで当たってるんじゃないですかね。407ゲームでチャンスリプレイから PC 確定ですね。LED の色は白色です。一番いいチャンスアップですけどね。で、AT 確定ですね。これでもしかしたら巻物で挑戦したのかもしれないですね。流れてるので継続確定ですね。
ラ発生ですね。2回目の継続バトルです。77ゲームで281枚の獲得でした。T3 ロゴ1ゲームでやめたいと思います。サイボーグ009の463ゲームなんですけど、液晶上では698ゲームなんで、天井狙いで打っていきたいと思います。817ゲームで緊急発進モードですね。赤まで行きましたね。だいたい天井行かずにこの辺で800、900くらい当たるのが多いんで、まあでも早めに当たってくれるに越したことはないんで、このまま当たってほしいですね。気打ったらそのまま告知ですね。834ゲームでボーナス確定です。モスコインでの当選ですね。獲得が40枚くらいですね。残念ながら9ゲーム以内でのボーナス連チャンはなしでした。45ゲームで連チャン起きてないのでやめたいと思います。マクロスフロンティア2の当日ノーボーナス220ゲームなんですけど、前日が336ゲームなんで、据え置きであれば556ゲームなんで、まあ、少し回せば前兆来ると思うので、ちょっと様子見て回していきたいと思います。249ゲーム回して前兆来てないのでやめたいと思います。おとぎや半蔵なんですけど、当日327ゲームで、3日据え置きたら705ゲームで押してあるんですけど、まあ、蒼天と天星の姉妹以外ほぼ全体据え置きと思っていいぐらいなんで、まあ、3日据え置きとなるのはちょっとわからないんですけど、まあ、他にいたそうな台もないんで、この台天井狙いで打っていきたいと思います。30ゲームで全長ステージですね。ギチってますね。黄色で発生です。645ゲームです。これは結構熱いんじゃないですかね。
使わせて当たりましたね。652ゲームボーナス確定です。総投資が、35本ですね。まあ、ちょっとゲーム数足りてなかったんで、据え置きかリセットか分からなかったんですけど、まあ、ビッグボーナスなんで ART も確定ですね。今ちゃんと計算したんですけど、ちゃんと計算したら余裕越しでの天井到達かなとの可能性もありますね。ということなんでビッグボーナスが、ストック2から4つですね。揃いましたね。ゲーム数の上乗せですかね。30ゲームです。ジャックテリーからプラス10ゲームです。まだあるかもしれないですからね。天井なんで、多分天井なんで。まだありましたね。これで3回目のビッグボーナス。30ゲームですね、上乗せです。これって確か成功すれば突破可能ですよね。行きます。行きましたね。これ結構いいやつですよね。結構欲しいですね、これ。これで終わりですか？継続しましたね。これで2回目ですね。なんかよくわかんないですけど、めっちゃ面白いですね、これ。これで継続。残念でした。2回で終了ですね。合計70ゲームです。まあ十分じゃないですかね。平均ちょっとわからないですけど。もう1個はビッグボーナスある可能性ありますね。まだありましたね。これで4回目です。
ロッタンでストック確定ですね。ビッグ中に7揃えたんで、ここは1ゲームで確定ですね。これでもう終わりですかね。ビッグボーナス合計5回で、獲得564枚ですね。ここから ART に入ります。まあいろいろ乗ってたんで合計160ゲーム乗ってましたね。開始ゲームが210ゲームです。継続バトルですかね。2回連続攻撃です。終わってしまいましたね。トータル210ゲームで1020枚の獲得でした。AT 終了後11ゲームで、やめて移動先探しに行きたいと思います。今1000枚ぐらい出玉獲得しまして、3枚プラスまであと大体600枚ぐらいなんですけど、可能もまたどんどん上がってきて、番長コーナーのメイン通路はもうほとんどフル稼働ってなってるんで、まあ3枚プラスまでもう少しなんで、もう少し期待して探して、頑張って打てる台探していきたいと思います。マクロスコロンピア2の360ゲームで前日がだいたい340ゲームぐらいなんですけど、僕さっき言って、据え置きで550のゾーンで前日起きたので、まあ、据え置きの可能性の方が高いかなと思うんで、このまま天井狙いで打っていきたいと思います。今555ゲームからこういった煽り出てきてるんですけど、僕ちょっと勘違いしてね、さっき、打った時も、前兆来たんで据え置きやと思ったんですけど、マクロスそういえば据え置きの時でも当日のゲーム数参照にしてガス前兆発生するんで、前兆によって、据え置きかリセットが判断できないんで、これはちょっと大きなミスしてしまいましたね。なんで、まあでも店の傾向的に結構据え置き多いんで、まあここまで回してしまったんでね、もう据え置きやと願って、このまま当たるまで打っていきたいと思います。599ゲームで判定です。されましたね。ちょっと1回目押し間違えてチェリー引いたかもしれないんで、もしかしたらボーナスの可能性もありますね。ボーナスでしたね。多分チェリーなんかこぼして、
606ゲームで、ビッグボーナスですね。残念でした。 ART の当選はなしでしたね。95万円の獲得です。ボーナス終了後14ゲームで、やめて移動先に探しに行きたいと思います。ホールの方をずっと空き台探して歩き回ってるんですけど、もうずっと同じ状況が続いて空き台ない状態 で同じように立ち回ってるお客さんともずっと空き台探し回ってるんで、まあ、投資分と今ある出玉と残り時間考えるともうこれ以上は厳しいと思うので、今日はもう出玉流してここで実戦終了したいと思います。667枚でした。実戦終了いたしました。本日の立ち回りなんですけど、朝一からゾーン狙い天井狙いを中心に立ち回って、周りのお客さんのレベルも高いこともあって、なかなか台を拾うことができなかったんですけど、その中でも、打てる台探して、ハザー当たりこそは軽かったんですけど、出玉に伸び悩んで、投資だけが増えていく結果となってしまいました。それでも今日の自分の立ち回りと、台を選ぶ機種は間違ってなかったと思うので、今日の負けは仕方なかったんじゃないかなと思いました。本日の結果が投資が1645枚、回収が667枚、下枚がマイナス978枚でした。本日負けてしまったので、次回からまた3連勝を目指して頑張りたいと思いますので、応援よろしくお願いいたします。